皆さんこんにちはアビットテクノロジーアプリケーションスペシャリストの西岡です。 このビデオではメディアコンポーザーのエフェクトの中でも特にディゾルブそれからフェードインフェードアウトビデオエフェクトの中では一般的に非常によく使われるエフェクトだろうと思いますのでその具体的な使い方それからもう1つペイントこれはブラーだったりとかぼかしだったりとかモザイクだったりとかそういったものをかけるのに非常に便利なエフェクトなんですがこの2つです、ね、の適用の仕方使い方そういったところについて詳しくご紹介をしていきたいと思います。 えっと、ビデオエフェクト。まあ、たくさん種類はあるんですけれども、その中で、えー、まずはディゾルブ、それからフェード。あの、このディゾルブとかフェードっていうのは一番基本的なものであり、かつ一番対応されるものじゃないかなと思いますので、えー、この使い方がわかるだけでもだいぶね、あの、効率的には上がるかなという気はしますので、その辺のお話を順番にさせていただければというふうに思います。 えっと、まだディゾルブ当て当てたいというときには、このエフェクトパレットの中から、ディゾルブを選んでここに持っていくと。まあ、ディゾルブっていうのはトランジションのタブの中の、えっと、ブレンドっていうところにディゾルブって言います。まあ、もしあの、この場所がね、分かんなければ、たくさん種類あるんで、分かんなくなっちゃったらですね、ここの、えっと、検索のメニューのところにディゾルブって、えぇ、ー、 入れていただくと出てくるんで、ディゾルブって、ね、出てくるんであの、ここからですねディゾルブって持ってきてもらえればいいかなと思います。えっと、持ってくるときには、まあ、ディゾルブ選んで、この、えー、当てたいところの境目のところを持ってて、ドラッグアンドロップってやっていただくと、ディゾルブはくっつくという感じですね。まあ、こんな感じでディゾルブはくっつきますと。でえー、っとくっついたディゾルブについては、ですねこの、えー、っと上のハンドルのところ、ちょっと見にくいかな、えーっと、このハンドルのところですね、ここの部分。 を持ってドラッグしていただくと長さが変えられるのでここ持ってこうずるずるっと引っ張っていただくと長さが変わったりとかあとはここのアイコンのところを真上持ってずるずるっとこう動かしていただくと位置が変えられたりとかいうような手での操作ができますもしここを触って何もちょっと動かせないよというのであればここですね あの、ここのボタンがオンになっていることを確認してください。ここがオフになっていると触れません。あの動かすことができなくなるので、ここがオンになっていると、まあ、ここが動かせるようになるというところですね。で、まあ位置を動かす長さを変える、えー、というオペレーション。やっている間中、上のこのビューワーがですね、えっと、6分割されます。 これはどういう意味かっていうと、まず上の3つ、この上の3つが消えていくクリップ、つまりこっちですね。こっちのクリップになります。それから下の3つ、これが入ってくるクリップ、こっちです、えー。入ってくるクリップになります。で、最初の2つ、こちらがディゾルブのかかり始め、真ん中がディゾルブの真ん中、終わりがディゾルブの終わりですね。ディゾルブが、ですからここから始まって、こうディゾルブがかかっていきますよというような表示ですね。 なので、えー、とディゾルブ長さ変えていくと、こう、だんだんね、ここがアップデートされていって、ディゾルブは今、この絵から始まって、この絵に向かってディゾルブかかってますよと、ここが中間点ですよというところがまあ見えてくるということになります。こんな感じのオペレーションですね。えー、いうふうにディゾルブをかけていくということがまあできるようになるというところです。でもこれ一番簡単なんですけども、 えと今ので1個クリップの間にこうディズルブをかけるというところまではまあいけるのかなというふうには思うんですけども、まあ、これ今映像だけですよね。なので音はパカッと変わっちゃってるわけです。で、音の方にもじゃあディズルブつけたいですよ。これが音が2チャンネルだとか1つだとか2つだとかいいならまたドラッグドラッグって乗っけちゃえばいいのかもしれないんですけど、こんなふうにあの8つもあるとです、ねまあ、1個ずつ乗っけていくのってなかなか大変ですよね。 なので、えっ、ー、と、ここにディズルブを乗っけるためには、あ、そう、ごめんなさい。えっ、ー、と、ここのディズルブを消すときにはですね、消したいときにはディズルブの上にプレイカースを持ってって、この消して、えー、消すボタン、エフェクト削除っていうボタン、ポコッと押すと消えますんで、えー、これで消します。 で、えっと、こ、この、すべてのトラックに対してディゾルブ乗っけたいですよと、すべての境目に対してディゾルブ乗っけたいですよっていうときには、えっと、このエフェクトを使うというときには、えっと、ここをこう、ラスソで囲んでいただいて、ワッと囲んでいただいて、全選択されている状態で、このディゾルブをダブルクリック、ガチガチっとやっていただくと、ディゾルブ、一気にツドンと割り当たっていくっていう感じになります。これで音も一緒にディゾルブされていくっていう感じですね。みたいな感じですか。もうちょっとどっから行きましょうか。 まあ、音も一緒にディゾルブがかかっていくというような形になりますさっきも言いましたディゾルブって非常によく使うのでもうこのエフェクトパラメータを開くのも嫌だと鬱陶しいというときにはクイックトランジションというボタンを使っていただくことができますクイックトランジションってここにあります,こ,れです、ね、このボタンこのボタンがクイックトランジションボタンといいましてあのこれつけるだけでディゾルブですね簡単に当てることができますでこれを使うためにはこのプレーカーソルをディゾルブつけたい場所の近く 真上じゃなくていいです。近く。どっか近く。あの、もし真上に置きたいんだったら、あのここですよってはっきり言いたいんだったら、真上置いてもらえばいいんですけど、まあ、この時、この、えー、真上に置くのってなかなかこう、ずるずるとずれてっちゃうとめんどくさいんで、えっ、ー、と、Windows だったらコントロールクリックってやると、えっ、ー、と、編集点ぴったりですね。Mac だったらコマンドクリックやっていただくと、編集点ぴったりの位置にスナップするので、えー、編集点の位置にぴったり置きたければ、コントロールクリックってやると真上に来ます。 ただまあ、このクイックトランジションを使うときには別に真上じゃなくて近くで構わないので、この辺近く置いといてもらって、で、このクイックトランジションっていうボタンをパカッと押していただくと、こんなウィンドウが開きます。これから選択されたすべての場所に対してディゾルブを乗っけますよっていうウィンドウですね。 えー、ディゾルブワの種類はどうしますかっていうことで、まあ、ディズフィームディゾルブとかカラーフェードとかいろいろ種類は選べるんですが、まあ、通常のディゾルブだったらこのままディゾルブとやっていただくと。位置はどうしますかえっ、ー、と、今はその編集点を真ん中合わせってことにしてますけども、こういう状態ですね。編集点真ん中合わせってことにしてますけども、えっ、ー、と、編集点で終わらせるとか、編集点から始めるとか、えー、いうようなこと。まあ、あとはもうここで動かしちゃうっていうのもありです。ズルズルと動かしていって、この辺というふうに合わせていただいてもいいです。 まあ、あの、この辺のパラメータはね、あの、先ほどもご覧いただきましたけど、後から手動でいくらでも変えることできるんで、あんまり、ここでごちょごちょいじ,いじる必要は実はないんですけど、あのー、まあ、もしね、決まってるんだったらね、えー、ここが真ん中、ここが頭、ここが終わり、いうふうに決まってるんだったら、もうボタンを押して決めちゃえば、後から触らなくて済むんで、楽かもしれないですね。えー、いう感じにして、決まったら、ここで追加ってやると、一気にズドンと割り当たっていくってことになります。 で、これに関してはですね、えーとまあ、ディズルブがこう割り当たったんですが、いちいちこのボタンを押すのも嫌だと、めんどくさいということであれば、えー、とこれ、ショートカット、デフォルトで割り当たっているんで、バックスラッシュです、ねえー、のボタンあの。日本語のキーボードだったら多分、円マークになっていると思うんですけど、お金の円マーク。 日本語のキーボードだったら多分、円マークになっていると思うんですが、それを押していただくと、これ、ショートカットで割り当たるんで、つまり、ここのすべてのトラックに対してディゾルブを当てたいですという場合には、近くにプレイカーソルを持ってったら、キーボードから円マークを1回パカッとヒットしてもらって、で、この追加っていうボタン、これもエンターキーでいけるんで、エンターやっていただくと、一気にズドンと割り当たるという形になりますま。この方が、ここから1個1個もドラッグして乗っけていくよりもはるかに楽ですよね。 でディゾルブを割り当てたいトラックの選択は、ですね初めにやるか、後からやるかあの、どちらでも構いません、例えばこのビデオとオーディオの1から4だけ、5から8にはいりませんという場合には、初めからここの5、6、7、8の選択を外しておいていただいて、でショートカットキー、えー、エンマーク、そしてエンター、やっていただくと、オーディオの1から4とビデオの1トラックという形でディ、えー、ゾルブが作るという形ですね。 でもしトラック選択を全部選択しちゃってる状態でもまたここでトリック,クイックトランジションってやっちゃったんだけど、まあ、5から8いらなかったなっていうんだったらここからですね5、6、7、8はいりませんというふうに選択を外してもらえばいいですそうすると、まあ、トラック選択に関わらずあのウィンドウの中で選択したトラックに関して割り当たっていくことになるんでまあまああのー、ちょっとおふざけみたいな感じですけど1、3、5、7 2だけ付けたいですよと いうのであれば、こういうふうに選択して追加ってやってもらうと、13572ディゾルブが割り当たるというような形になります。まあ、この辺はね、あの、お好きなように、選択してから入ってもいいし、入ってから選択してもいいし、どちらでも構わないかなというふうに思います。 で、えっと、今のでこの一つの編集点に関して一気にどんと割り当てるってことはできました。近くに割り当てるんだよっていう場合は、じゃあ例えばこんな場合ですね。音先行とか絵先行とか、まあ当然あると思いますけど、こんなような場合にここでクイックトランジションってやったらどうなるのかっていうと、近くに割り当たるっていう、えー、この、 えー、プレーカースの一番近くの編集点に割り当たるという原則にのっとってこうなるんですね。えー、一番近くの編集点と一番近くの編集点一気にずドンと割り当たっていくという形になるので、まあ、これでよければもうこの形でやっていただければいいとじゃあ今度はまあずれているものも含めてなんですけど今のこの編集点1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つですね。 頭に8個目、お尻に9個目っていう感じで、まあ、全部で編集点9つあるわけですけど、この全部にディゾルブを一気にくっつけたいですよという場合ですね。にはどうするのかって言ったら、編集点をくっつけたい範囲、まあ、別にはその全体じゃなくてもいいんですけど、部分部分でも構わないですが、編集点をくっつけたい範囲に、イン点からアウト点というふうに、えっと、イン点とアウト点を打ってもらって、その範囲内の、そこに含まれる全ての編集点に対して、ディゾルブをつけたいですと。 ということになるわけですね。で、えっ、ー、と、ここからクリップトランジションボタンパカッと押してあげて、で、ここです。ここ。すべてのトランジションに適用っていう、えー、チェックボックスがついてるで、ここをですね、一回オンにしてもらいます。そうすると、インからアウト内に対して,全て、すべて、この、これから適用するディゾルブをすべてつけますよと。もう一個、実はここにオプションがあって、既存のトランジションエフェクトをスキップっていうのがついてて、もし、あの、すでにトランジションエフェクトがついている場合には、そこは上書きはしませんと。 このインアウトの範囲内にもしトランジションエフェクトがすでについてるものがあるならそこはやりませんとか、まあ、ついてる、えー、ついて,てもいいからわが子しろていうなら外すっていう感じなんですけど、いう感じにしていただいて V2 もつけましょうかついでですからでこのような感じでインアウトに関して同じディゾルブをつけますよ追加ってやっていただくとすべ、えー、ての編集点に対して、えー、必ず、えー、こういうふうに、えー、トランジションがくっついていくと。 上にクリップが1個しか乗っかっていないの場合にも、フェードアウトっていう形でディゾルブがくっついていくという形になるんで、えー、全体に同じエフェクトをつけたいという場合にも、あのクイックトランジションって非常に有効なんですね。なので、えー、と今で言ったら、このすべて9個に対してつけたいですよって言ったら、イン、アウト、バックスラッシュ、で、全てのトランジションに適用チェックで、エンターとやっていただくと、一気にすべての編集点に対してディゾルブがくっつくと、えー、あそこで設定したディゾルブが一気にくっつくという形になります。 クリップ同士が繋がっていない場合ですね。例えば今このクリップの最後なんていうのはディゾルブって言ったって次のクリップいないんですけど、どうなるのかってはそこはフェードアウトになりますね。こんな形でフェードアウトっていう形になります。頭も同じ。えっ、ー、と、頭にクリップがない場合どうなるかって言ったらフェードインっていう形になります。で、これはまあこれでいい。フェードイン、フェードアウトっていう形になるので、まあ一気にくっつきますよというのであれば、まあそれはそれで構わないということにはなるんですが、 こと、フェードイン、フェードアウトに関しては、実はもうちょっと、もう一段楽にやる方法があるんですね。というのは、今のフェードイン、フェードアウト、今のこのクイックトランジションでくっつけるフェードイン、フェードアウトって、長さがあそこで決まっちゃうわけですよ。あのパラメーターで決まっちゃうんですね。ここ。えっ、ー、と、ここですね。30フレームという、ここのパラメータで全て決まっちゃうわけですよ。ちょっと大きくしましょうか。ここですね。この30フレームっていうところで全部決まっちゃうわけですね。 でフェードイン、フェードアウトに関しては、まあ、もう少し、もう一段楽になる方法がありまして、で、それがですね、ツールの、えー、とコマンドパレットっていうところ、えー、ここにコントロール3って書いてありますが、Windows だったらコントロール3、Mac、えー、だったらコマンド3ですね。のショートカットでこれを選ぶことができるんですが、ここの FX っていうところにですね、えー、とフェードイン、フェードアウトっていうボタンがいるんですね。これ使うと、フェードイン、フェードアウトに関してはもう一段実は楽に、 やっていただくことができますでデフォルトでもし、ここにですねあのよく使うよっていうことであれば、ここにもうそれをあのセットしてしまえばいいので、えー、とこのボタン、実はここからでも使うことはできるんですが、まあ、よく使うよっていうなら、ここに置いちゃうっていう、ここのタイムライン上のボタンに配置しちゃうっていうのも一つの手なので、例えばフェードインが置きたいなと思っ,てあったら、ラッカンドロップ、フェードインと、それからフェードアウトはその隣と。 いうふうに置いておいてもらうとあのいつでもね、ねこのいちいちコマンドパレット開かなくてもいつでも使えるようになるんで、まあ、こんなふうに置いておいてもらってもいいかもしれないですね。で、このボタンは何かあったら、まあ、要するにフェードイン、フェードアウト専用のボタンなんですけど例えば頭からこう再生していってこの辺までこの辺までかけてフェードインしてほしいですって言ったらこのプレイカーソルのある位置までかけてフェードインっていうのをつけてくれるわけですね。こんな感じで。 お尻も同じです。えっと、この辺からフェードアウトだなと思ったら、ここまで持ってって、えっと、このプレイカーソルのある位置からお尻まで、一番お尻まで向かってフェードアウトっていうのをかけてくれるんですね。なので、いちいち長さとか決めなくてよくて、雰囲気でもうつけてしまえばいいわけです。再生しながらボタンを押していただいても構わないんで、例えばこの辺から再生しながら、えっと、この辺でフェードアウトだなと思ったら、再生しながら、この辺でって言ったら、この状態からフェードアウトバカッと押してしまうと、もうそこからいきなりフェードアウトっていう形に変わってきて、 もうすぐにフェードアウトがつけられるという形になります。なので、フェードイン、フェードアウトに関しては、さっきのディズルブを使うよりも、もう一段簡単にね、あのフェードイン、フェードアウトをつけていただくことができるということになります。まあ、ちなみに、このフェードイン、フェードアウト、今、ここのボタンに押しましたけども、本当にこれはよく使うから、じゃあ、ショートカット、キーボードショートカットにしたいですという時には、コマンドパレットをもう一回開いていただいてで、今度は設定のメニューから、ご自分のキーボード設定ですね。 キーボード設定開いていただいて、で、ボタンからボタンに割り付け、で、このフェードインフェードアウトをアサインしたい場所、今はじゃあ仮に F2、F3 ってことにしましょうか。ただ、ここに F2、そして F3 と、いうふうにドラッグしていただくと、今度は F2、F3 を押すだけで、フェードインフェードアウトがかけられるということになるんで、えっ、ー、と、この状態から、じゃあ例えば、カして消して、 頭,押しながら頭に戻して再生しながら、この辺まで,で F2 と押してあげると、えー、とフェードアウトですね。お尻再生しながら、この辺から F3 ってやってあげると、フェードアウトというふうに、キーボードショートカットだけでポンポンと、フェードアウトってつけていただくことができるので、ディゾルブ、それからフェードに関しては、えー、と非常に楽に、ねえー、ポンポンとつけられると思います。 あの今のテクニックを覚えていただくとあの複数の場所に一気にかけるとか複数のトラックに一気にかけるとか、えー、いうところですねどのようにでもやっていただくともやっていただけると思います。 そうですね。トラック選択していただければ、5から8にフェードにはいらないよっていうんだったら、この状態からポンとやっていただくと、そこにはかからないということになるので、トラック選択との組み合わせで、どのようにでも効率化していただくことができるかなと思います。非常によく使うエフェクトなんでね、こういった形で覚えていただくと、素早くポンポンと進められるかなというふうには思います。 はい。えっと、続きましてはですね。えー、っと、モザイク。まあ、そうですね。ディゾルブとかフェードとかと、えっと、並べ、並んでですね、よく使うのがモザイクだったり、ぼかしだったりっていうような、えっと、エフェクトなのかなというふうにも思いますので、えっと、そのあたりの話をちょっとしていこうかなと思います。えっと、モザイクとかぼかしとか、えー、いうような感じですね。のエフェクトというのは、今度はトランジションじゃなくて、クリップエフェクトですね。フィルターっていうところの画像っていうところに、えー、モザイクとか、 えー、あります。えー、モザイク、それから、ブラーですね。ぼかしですね。ブラーエフェクト。ちょっとお聞きしましょうか。ブラーエフェクトっていうのはぼかし、えー、モザイクはモザイク、えー、いうことになります。 なので、えー、例えばこの車に対して、この車に対して、えっ、ー、と、モザイクつけたいですよっていう時には、このモザイクエフェクトっていうのをポコッと持ってっていただいて、で、エフェクトパラメータを開きます。エフェクトパラメータを開く時には、こちら、プロパティエディターっていうこのボタンですね。このボタンを押していただくと、えっ、ー、と、こういうプロパティエディターっていうやつが開いて、えっ、ー、と、エフェクトをつけることができるようになるというところですね。 エフェクト、えー、つける場合には、えっ、ー、と、つけたい形、描きたい形、四角形か、楕円か、まあ、どちらでも構わないんですが、えー、選んで、えー、モザイクつけたい場所を画面の中、ぐるぐるっとドラッグしていただくと、まあ、こんな風に、まあ、モザイクがつきますと。えー、モザイクの大きさ、ここで、えっ、ー、と、書いていただくと、まあ、モザイク、えー、大きさを書いていただくことができるというところですね。で、まあ、このモザイク、まあ、今つけましたけど、この状態でクリップ動かしちゃうと、当然、これ、あの、車動いてて、 外れちゃうことになるんで、これキーフレームアニメーションつけてあげたいなと思うわけですね。で、まあ、こう、例えばある程度動かしていったら、えっ、ー、と、動かして、で、キーフレームボタン。ある程度動いたら、動かして、で、キーフレームというふうにすると、まあ、こういうアクションがくれるわけですね。一番最初は、この位置ですよというふうにやってあげようと、まあ、こう動いていくということになるわけですけれども、 まあ、あのー、これで良ければもちろんこのままで構わないんですけど、あの、この車がよく結構細かく動きますよとか、早く動きますよとか、ちょっと不規則な動きしますよなんていう時にいちいち手でつけていくっていうのもなかなか面倒な話になっちゃうので、せっかく、あの、ここにトラッキングっていう機能があるんで、これも使ってみようかなと思うわけです。なので、えっ、ー、と、これをこう、囲ってあげて、でちょっとこうモザイクの大きさを変えてあげて、なんとなくね。 なんとなく変えてあげて。で、えっ、ー、と、ここのトラッキングっていうボタンですね。トラッキングツールっていうボタン見えないかな。えっ、ー、と、ここですね。これ。 このトラッキングツールっていうボタンを一回ポッと押してあげるとトラッカーが出てきます。このトラッカーポイントを追いかけたい場所に置いといてあげて、例えばこの車の一番お尻の場所ですね。置いといてあげて、ここのトラッキング返しっていうボタンですね。これを押してあげると、えっ、ー、と、この車の軌道っていうものを追跡していきます。えっ、ー、と、この車がどんな風に動くのかっていう軌道を追跡することになりまして、まあ、こんな動きをしますよという風にまあ解析をするわけですね。これが最後まで行きましたら、 はい、最後まで行きましたら、えーと、このオブジェクトがどのトラッカーについていきますか今つけたこの T1 という、えー、トラッカーにつ,、えー、ついていきますよというふうに指定してあげると、これでおしまいですね。えー、とこうしてあげると,、えー、と、このモザイクがこの車を追いかけていく。 という、えっ、ー、と、エフェクトが、まあ、今のその解析の結果だけで、こう、えっ、ー、と、つけていただくことができるということで、まあ、トラッカーなんかも便利に使っていただけると、えっ、ー、と、楽かなというふうには思います。で、今はこれ、モザイクつけました。これをブラーっていうふうに書いてあげると、ブラーエフェクトって書いてあげると、今度はここにブラーが、ぼかしがつけられるので、楕円で描くとそこだけぼける、えー、こうですね、そこだけぼかしがかかるというようなことになるわけですけれども、 この、えー、モザイクにしても、それからブラーにしてもですね、モザイクをつけるかブラーをつけるかしかないわけですね。まあ、もちろんトラッキング取ったらアニメーションとかそういうのはできますけど、えー、モザイクはモザイクだし、ブラーはブラーなわけです。で、こういうのを全部一緒にまとめたのがですね、よいしょ、ここですね。 ペイントっていう、ペイントエフェクトっていうやつがいて、このペイントエフェクトっていうのが、実はこれらを全部まとめた形で使えるんですね。それ以外の方法も実はかなり便利に使えるんで、あのー、実はペイントだけ分かってれば、ブラーとかモザイクとかいちいち分ける必要ない。まあ、ひとまずペイントっていうのが全然構わないわけです。ペイントっていうのをくっつけてあげて、エフェクトプロパティエディターですね。で、えー、囲みたいところを囲んであげる。これデフォルトだとあの一色の単一色で塗るっていうことになってるんですけど、 このモードっていうところですね。ここ。モードっていうところ。ここで変えてあげると、この中をどういう処理しますかっていうのが選べるんですね。で、この中にモザイクっていうのがいるんで、例えばモザイクっていうふうにやると、まあ、モザイクになるし、ここにブラーっていうのがいるのでやると、まあ、ぼかしということになるわけですね。なので、あの、途中でモザイクじゃなくてぼかしにしたかったんだっていう時に、エフェクトをいちいち置き換えるみたいなこともしなくて済むので、 あのー、そのあたりはね、あのー、楽に使えるのかなって思います。あの、途中で差し替えてとかしなくて構わないので。トラッキングし終わってしまった後に、やばい、ここやっぱりモザイクだったなんてのが分かったら、ブラウエフェクトで付けていたら、モザイクエフェクトに置き換える以外手がなくなっちゃうんですけど、これペイントエフェクトだったら、トラッキングのデータをそのまま生かしたまま、中のエフェクト部分だけ差し替えるってことができるんで、あのー、まずはペイントでやっちゃうっていうのは実は一つの手ではあるんですね。じゃあ、例えばなんですが、 えっと、全体は暗く、全体を暗くして、ここだけ明るくするみたいな、こうスポットライト当たったみたいな、そんなイメージですね。の映像が作りたいですっていう場合ですね。には、ちょっとこれ一回消しますね。にはどうするかって言ったら、まずはこの四角で全体を囲って、まず全体を暗くしちゃいます。 この全体をこの四角でわーっと囲むんですけども、この端っこを合わせていくのなかなか大変なんで、なかなか大変で、一回このマイナスボタン、縮小ボタンを一回押してあげて、絵を少し小さくして、で、この四角で全体をわーっと囲むんですね。で、これ今ブラーになってますけど、このエフェクトの中にカラーアジャストっていうパラメーターがいるんで、このカラーアジャストっていうのを選んであげて、で、このモードの下のパラメーターの中からブライトっていうのを少しこう落としてあげると、この四角で覆った中だけ暗くなるわけですね。 映像が暗くなります。まずこれで一つですね。全体が暗くなりましたと。で、その後もう一個オブジェクトを追加して、今度はこの円を囲えっと、この車を囲うと。で、この中を今度は、えっと、エフェクトとして、イレースっていうのを選びます。イレース。 このイレースっていうエフェクトはあの、自分の下にあるオブジェクトの効果を打ち消すっていう、まさにイレースする、打ち消すっていうエフェクトなので、ここでイレースっていうのを選んであげると、この円の中だけ先ほどのカラーアジャストの効果が消えてなくなるわけですね。なので、結果的にはこんな感じで、この円の中だけ明るくなると、全体が暗いんだけど、この円の中だけが明るくなるというような効果にしてあげることができるというところですね。 まあ今、四角で囲って、そこを明るくするとやっただけだと、このエッジがくっきり際立っちゃって、ライトっぽくないというか、あまりに不自然なので、そんな時には、このオブジェクトを選んであげて、で、このフェザーリングっていうところで、少しこう、エッジに少しぼかしをつけるみたいなことをやりますね。いうふうにやってあげると、こんな感じで、周りがぼけて、自然な感じになっていくかなというふうに思います。 で、あとはさっきと同じです。ここの、このオブジェクトに対してトラッキングつけてあげるとか、ね、いうふうにやってあげればいいので、あの、この車の動きを追いかけて、トラッキングしてちょうだいとやってあげて、で、えー、このトラッキングの解析結果に、えー、と追随しなさいというふうに、このオブジェクトに指示を与えることになりますね。えっ、ー、と、こいつが T1、これについて、ついていけなさいというふうにやってあげると、えっ、ー、と、これで、 このスポットライトが黄色い車に当たり続けるというような効果を生み出すことができるということです。このペイントエフェクトの使い方を一つマスターするだけで実はかなりいろんな局面を打開することができるようになると思うので、ぜひですね、このペイントっていうのをあのうまく覚えていただくといろんなところに応用が効くエフェクトかなというふうに思いますので、ぜひあのいろいろ使ってみて、えー、いただければというふうに思います。 いかがでしたでしょうかディゾルブの使い方、それからペイントエフェクトの使い方についてご紹介してまいりました。ディゾルブの付け方に関しては、ああいった形でショートカットなり使い方を覚えていただきますと、とても多く使うことがありますので、えー、と編集の効率というのも上げられるかと思います。ペイントエフェクトに関しては非常に使い手のあるエフェクト、今回ご紹介したもの以外にもとても使い手のあるアイディア次第でどのようにでも使うことができるエフェクトですので、ぜひ、えー、使ってみていただければと思います。